はい、山口敏太郎です。読める .jp MTI さんの新しいサービスなんですが、読める .jp で皆さんぜひダウンロードしてください。次々定額で非常にお安くて、いろんな本が雑誌が読み放題というふうになっております。で、我が社の方はですね、すでにメルマガでおなじみのサイバーアトランティアのライトバージョン、ネオアトランティアというブランドで6冊ほど、本を納品しております。非常に軽い読み物で、それでいながら面白い解説が載ってますので、ぜひ、読める .jp で、電子書籍ネオアトランティア無料で読めますので、ぜひ読んでください。6冊ぐらい入ってます。それから、今年の、あれですね、これが2冊目かな、2冊目になる放送禁止のやばい話、去年出た現代日本のテレビは放送的な話と、まあ、同じような傾向ですけども、こっちはよりリアルな話ですね。こっちはサイズザシャンが出て非常に好評だったんですが、現代日本のテレビで放送できない話、これはリアルな話、こっちはやや陰謀論の方に入っています。ダイヤプレスの、放送禁止のやばい話というのは、ちょっと陰謀論的な話で非常に面白いですよ。中身もですね、ちょっと紹介しましょうか。予防ワクチン接種は人口削減計画の一種、グアム通り魔殺人事件の容疑者、日本人の血が入ってる、実際に存在した異界隠れ里、あとあれですね、不気味なうなずき病の背後に生物兵器の影、キツネ目の男と、まあ例の天川崎の事件の話ですね。あとはですね、トンネル事故が株価操作のテロ、操作テロだったとかですね、芸能界の闇エージェントの影とかですね、ブータンが親日家である黒い理由とかですね、江原さんのトリックの全容を暴露するとかですね、触れたら不幸になる平家の呪い伝説とか、相撲歌舞伎に不幸があると日本に災害が起きる、まあ、都市伝説とかですね、非常にバラエティに富んでる内容ですので、ぜひ皆さんお買い求めください。それとちょうど発売がそろそろ1年ぐらいになるんですが、オカルト博士の妖怪ファイル、非常に好評ですね。まだ読んでない、妖怪好きで読んでない方はぜひお読みください。座敷わらし、六六首、提灯お岩、戦争にまつわる妖怪、海の妖怪、雪女、犬神などを山口敏太郎流の独自の考え方で、リサーチしております。今までの既存の妖怪学とは違う解釈がいっぱい入ってますので、斬新です。でなぜ山口敏太郎がこの世界に入ったのか、なぜ山口敏太郎が特別なものをの考え方をするのかっていうのは非常によく出てる作品ですね。だからぜひお読みくださいというとこです。ということでまた次回お会いしましょう。